こんな感じでメスティンで炊き込みご飯を作ります。固形燃料、メスティンで炊き込みご飯はこんな感じで OK です。これ全然あれやな、ここじゃダメやな、真ん中の一回直すわな、うん、水で袋こっち欲しいな。うん、ゴミ貸して。メスティンも湯気が出てきた。これね。普通にこうやね。あ、そうなん。よいしょ。これブクブクした反対せなあかんのか。もうちょっとブクブクせんとあかんのか。さすがに。食器に垂れちゃうわ、うん、食器にこれをかぶせるわ。そうやな、フライパンにもやったらいいんじゃない。うん、ほんであの塩は持ってきた。え、こう車にあるって言ってるから、私塩なんか持ってきてへんね。違うやん、その塩。あ、岩塩入ってるやん。入ってるやん、うん、よかった。上に入れた。メスティン、もうちょっと、うん、メスティン、まだ出てるな。もうちょいやな。あんまり早くするとカチカチになるからね。そうね。火が、これが燃えてしまってからと思っとったんやけど。あ、そうな、うん、今これ火がボーボー出てる時に燃やしたら、ただの消し炭になるで。そうね、うん、消し
炭がつくから、なんか下の炭に火がついたところが通る。早かった。どこや？何やと思うの？これ？うん。もう煙出てんの？これもう出てないね。ね。え、もういける？何？どうやろ？煙出てなかった？え？もう出てなかったね。これ全部やった方が良くないです。焦げるか。どうやろ？ちょっと置いといたら？あかん。こういう焦げになってるよりこっちが取れると一緒こいとこか。まだかな、うん、もうちょっとやっといた方がいいと火ついてるから全部消えてからの方がよくない。さあ、ちょっと分かりに分かりづらい、うん、一回開けてみて。開けたら終わりや。見れへんね、まだね。この間うまく炊けたのにね、もういいかな。とりあえず消えたかな、うん、これでもなんかプツプツ出てるような気がする。ちょっとこっち直火で、直火でやってみようか。煙がわからんな。まあでもプツ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 やらんからな。今日は配送づくめやね。嬉しい。でもなんか中探検できへんからいいや。それだけ。これは楽しいけど、中探検できたらもっと嬉しいな。でも影やから嬉しいやろ、うん、まだ？もうまだ出てる？分かれへん。もういいような気がするけど。なあ。この間そこまで長いでやってなかったから。暑い。もうひっくり返して。今そのままの勢いでやればよかった。ほう。ほんで、5分、10分ぐらいか。ぐらい目指すよね。なんか休日って感じやね。うん。このロゴスのこの天然ゆわ塩焼き、これで今日は肉を焼いてみます。これ港南で多分500ちょっとぐらいでしたね。あ、わさびの出しもう一個な、あれやってもらっていいかな。あの、あれ作ってくれる？何？あ、これ、あ、ご飯にいるで。これがヒマラヤソルト。あそこで、何やったかな、業務用で、ミル付きで売ってあります。190ちょっとかな、あ、130ちょっとか。こっちも、こっちはアトランティスソルト。両方使って試してみます。ブラックペッパーのやつです。これもソルト付きでちょっと高い。メスティン開けてみる？開けてみようか、うん、メスティンいよいよ開けます。どうやろう、うまく炊けてるかな。この間めっちゃ
うまく炊けたけどな、うん、もうちょっとこっちでね、そこで開けんと。よし、どんな感じに炊けてるか。おホクホクや。お、いけるんちゃう、うん、ちょっと見せて。ちょっと偏ってるけど、反対向けだから。お、こんな感じで綺麗に炊けてます。よし、待ってよ、置いて、ここ持つわ。 OK、 さあ、どうやろ。混ぜにくいよ、普通のスプーンの方がいいんやけど。そこで、スプーンで混ぜる。でか、ここで混ぜるか、混ぜる時だけ。あ、オッケー。ちゃんと新しいやつ、袋入ってたやつが大丈夫。焦げもちょっとできて、うん、いい感じやで。よし、この食ったことないソルトからちょっとやってみたいな。写真撮ろう。よし、ちょっと待った、こっちがアトランティスソルト。落ちた。よし、アトランティスソルトをちょっとかけてみようか、うん、だいぶ焦げてきてるね、うん、反対感じ。よいしょ、もうカピカピになってるで。マジで、ご飯食べてみようよ、うん、カリカリに嫌だね。私カリカリ絶対。じゃあ二人カリカリとパリパリで。トントロソルトで焼くのと網で焼くのとやろうか。うん、まあまあある程度溶けてきてるわ。じっくり焼いた方が美味しいからな。あの強火で焼くより。はい。いくらになってる？うん。よいしょ。ちょっとこれ入れなきゃいけない。美味しそうに炊けたよ。あ、なんか美味しそうじゃない？気分もね。うん。ちょうどいいぐらいだよね。そうね、そうね。一合で、一合で二人でね、ちょうど。ちょうどね、ちょっと多いぐらいね。あの野菜が入ってるから、そう思うだけやと思うで。おこぎが、うん、久しぶりにご飯のような気がする。え、そう？あんまりご飯食べへん。あ、そうか、汁食ってるか。うん、そうよ。あ、向こう、やばいか、うん、目が痛い、煙の目が痛いぞ。やばい。キノコ入れるぞ、うん、これもひっくり返さんとあかん。ひっくり、もう油が出てきてじっくり焼き出した。ほら、ソルトで、ほら、いいわ。これソルトいいやん、めっちゃソルト焼き初めてやな。
カルビ。やっぱり霜降りが違うな、肉屋のやっちゃうから。そりゃそうやん。ね、スーパーのやっちゃう。全然さ、よっとるやなくてもそれぐらいの今日は。これはうまっ。あ、肉まだ残ってる。まだまだあるよ。違う、焼けたやつ。あ、焼けたやつ、うん、なんか食った。私そっちがカリカリがいいね。コンタロは絶対カリカリ。夫婦吹きすぎてこれ大変なことになってる。カメラがこのカメラって結構土砂崩れにあっても生きてるし、結構頑張ってくれてるでね。さすがオリンパス。生き埋めになっても美味しいご飯。このご飯美味しい。生き埋めになってもカメラ生きてるって素晴らしいよね、すごいね。俺も生きてるけど。あ、穴開いてもうた、はい、つけたよ。これが楽しみやな。え、この牛肉がどんだけうまいかやな、これ。そうや。この岩に焼いたやつが。おいしそうやな。まず使えるもんな。なんか燻製みたいになりそうでいいな。食べちゃうかな。もういける？もういけるやろ。さすがに。塩振らなあかん。いや、そのままで、そのためのあれやから。あ、そうか。塩振らんでもいいと思う。それで食ってみて、うん、どう？うん、塩効いてる、うん、うまい。塩ちゃんと効いてる、うん、構えへん。いつもやな、うん、焼きすぎるんじゃん。うん、もっと簡単に。これめっちゃ柔らかかったね、うん、これなお食いな。もっとカリカリがいい、うん、めっちゃ塩効いてる。塩効いてる、うんうん、おいしい、うんうん、もうちょっとカリカリにしたらいいんか、うん、もっとカリカリ。肉もおいしそうやな。こんなにご飯おいしいわ。これにちょっとわさび乗っけようか。そこに乗っけんの？うん、ちょっとちょん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 ってもう焼けたから、うん、乗っけて食おう。足してわさび、うん、食べてる最中か。あと、わさびちょっと乗っけて、うん、贅沢に、うんうんうん、わさびと塩だけで食べようかね。え、痛すぎて。いただこうか。辛そうやね、うん、ひたすらのんびり箸取って箸。そうだ、うん、このまま今が今がしないで今食わんと。ああ、焼けすぎる。ちょっと待って、うん、この上避難させよう。これは2回ほどひっくり返したら、うん、もう下で焼かんだからな。そうやな。辛い。
辛い。うまいけど辛い。うん。あ、そんなもんか。すごいこんな塩きくねんな。うん。塩が溶けて付着するから。ネギは？もうちょっとで、あ、ネギのっけんだからねさ、うん。ネギのっけの忘れとってさ。ネギここ入れといたらいいんじゃん。ネギ乗っけて焼こうか。あ、そうしよう。うん、ネギはなんか種とかにさ、うん、こうやってね種つけてやったら、あ、でもあかんもな、うん、ネギ、そんなもんか。よし、ネギ焼き、これも美味しそうやな、うん、ネギまだ乗っける、反対向けてから。あ、そうやな。まあいっか、うん、まあ、ここで焼いて生でもネギ焼いといたらいいんだな、うん、ここもうでもいいと思うで、おろしてもちょっとでいいんちゃう。もうおろさんとやばいわ、うん。